これは8割以上がですね、中国、本土、台湾、香港。本日は大変お忙しい中、多くの皆様にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本島中部の南北につなぐ主要幹線、国の領地の返還後の早期事業的な食のエンターテインメント等、優れたというふうに考えております。さて、この施設は、ライカムウェルカムゲートには、読谷村のシーサーフードいたします。那覇空港、那覇方面をはじめ、カルビュッフェレストラン、アレッタも出店いたします。リゾート気分を味わい